久保さん、今回ルールのルーにしましょうか。まあ日本に住んでると日本のルールに合わせないといけないですよね。日本のルールに <laughs> そう。僕が昔会社でちょっと衝撃的だったのがあの消費税っていうのが頭に入れてなくてなんか消費税払えみたいな800万ぐらい請求が来て消費税800万みたいなね <laughs> あれちょっとすげえ記憶に残ってるんですけど <laughs> 消費税で800万かみたいな。 そそのななんか違う税金だとあれじゃないですか消費税みたいな <laughs>、ね、あれはちょっとね記憶にすごく印象的でしたねなんかその他の税金はまあなんとなく分かるんだけども消費税かみたいな確かにみたいなね <laughs> そう消費税ね払うなんかそのコンテンツビジネスで なんか普通のね、セブンイレブンとか、ああいうとこだったら、税込みとか消費税とかなるじゃないですか。結構コンテンツビジネスって、その消費税いくらとかやってないじゃないですか。なんで <laughs>、あれはちょっとね、びっくりしましたね。まあいい学びでしたけど、確かに消費税あったな、みたいな。<laughs> そう。結構額もでかかったんで。 あれすごく覚えてます。その後大変でしたけどね。消費税分もま消費税分をまた売り上げを作らないといけないみたいなね。<laughs> よくわかんないみたいな。<laughs> 本当はそのお客さんの注文からそのね、消費税分を分けてあの担保してないといけないんだけど。ね。<laughs> そう。だからまあ、合う合わないで判断してたら、じゃああなたの合う会社、いつたどり着きますっていう。例えば、 会社の仕事はあったとしても人間関係が合わないっていうこともあるし人間関係は合うんだけども会社の仕事が合わないっていうこともあるし全部が合う自分にフィッティングするものを見つけられたらそれはねそれはすごいラッキーだと思いますよ人間関係も合うし職場も合うし環境も合うし仕事も合うしもう最高じゃないですかでもなかなかそれって難しいと思うんですよそもそもじゃあに日本のルールに合ってますかと 合合っててなななくても合わせいいいといけないしだから僕はあのなんだ GTR 乗ってる時に免停食らいましたけどもなんかヘリクツですよすげえヘリクツなんですけどもなんかその車の会社さん例えばフェラーリとかランボルギーニとか日産も GTR とかスポーツカー出すじゃないですかでスポーツカー出しときながらくあのなんだスポーツカーをこう売っときながらそのなんだろうな踏んじゃいけないみたいなね どういうことやんと。スポーツカーってそもそも踏む車ちゃうのとる。踏むフル踏む車をう、じゃあ、じゃあ、全部軽でええやんと。<laughs> ヘリクスですよ。非常にヘリクスなんだけども、まあ、しょうがないですよね。ルールですから。<laughs> からスピード出ないね。もはやスピードを違反するのって、そもそも論として、それ以上の出る車があるからじゃないですか。じゃあ、 法定速度は高速80キロです。アクセルどんだけ踏んでも80キロしか出ないっていう車しか世の中になければ、そもそもスピード違反しようがないですよね。っていうヘリクつなんですけど、<laughs> 自分に責任がないみたいなね。車屋が悪いんだみたいなね。いや、はい、いやいや、180キロメーターつけてるやんみたいなね。なんで180キロのメーターあんのにね。なんで法定速度がそもそも80やねんっていう。まあ、そのドイツとかの あのアウトバーンだったかなその法定速度がない高速もあるんですけどだからそこ行ったら別に3 0 0キロ出しても捕まらないんですよねそこの区間走れば、うん、ドイツだったかな、うん、でも日本はそういうルールなんでしょうがないですよね日本のルールに合わせていかないとね車は出てるけどルールは守らないといけないっていうね <laughs> だからこれね非常にね難しいというかでも合わせていかないといけないのでやっぱ うーんー、しょうがないですよね。だから情報発信は僕はした方がいいと思います。自分が合う合わないとかじゃなくて、できた方が絶対いいので、絶対です。お金もかかんないし。本当にね、できた方がいいですよ。だからできた方がいいんだったらやった方がいいです。だから例えば数、算数合わないんですっって、算数勉強しなくて1たす1がずっとできない、効果できない。きついですよね。 まあ今は計算できなくても生きて、まあスマホとかもあるんであれですけども、算数1たす1とか,か、区区は最低でもできた方が僕はいいと思うんですね。区区はね、最低でも。でも算数が合いません。区区、勉強しません。結構しんどいと思いますよ、それって。うん。いってらっしゃい。